グレッグ・デューリは、アメリカ合衆国のミュージシャン、シンガー・ソングライター、アフガン・ウィックス、トワイライト・シンガーズ、ガッター・ツインズといったバンドでの活動で知られる、オハイオ州のハミルトンで生まれ育つ。1986年にシ、ンシノティでアフガン・ウィックスを結成し、バンドは1988年にアルバム、ビッグ・トップ・ハロウィーンでデビューを果たした。バンドは、 サブポップの目に留まり、1989年に、レコード契約を交わした。グランジ前世紀の1990年代前半に、R&B やソウルといった、黒人音楽からの影響が強い音楽性で異彩を、放ち、バンドは、強い支持を集めたが2001年に解散。アフガンウィックス解散前の2000年に、デュリは、トワイライトシンガーズを結成し、同年9月にアルバム、 トワイライトアズプレードバイザとワイライトシンガーズでデビューした。トワイライトシンガーズは現在も活動を続けている。2003年にはマークラ・ネガンと共にガッター・ツインズを結成し、2008年3月にアルバムサプルナリアをリリースした。2005年9月にソロアルバムアンバー・ヘッドライツを自主レーベルインファーナル・レコーディングスよりリリース。2010年10月には自身初となる。 ソロツアーを行った。2011年12月にアフガンウィックスの再結成を発表し、2014年4月に7枚目のアルバム Do the Beast をリリースし、全米32位を記録した。2013年にはザ・チャーチのスティーブ・キルビーとロサンゼルスでライブを数回行った。バンド活動以外では多数の映画に出演し、俳優としても活動を行っている。 他にも映画のサウンドトラックに楽曲提供を行っている。ありがとうございます。